NTT ドコモは来年10月に全国のドコモショップの制服をリニューアルする予定で、これに合わせてスタッフが着用する靴をパンプスからスニーカーに変更する方向で検討を進めています。現場の要望を受けて検討しているもので、制服もカジュアルなデザインに変更する予定です。 KDDI では一昨年から au ショップのスタッフが着る制服をデザイン性が高く動きやすいものに変え、直営店では今年5月からスニーカーの着用を認めました。またソフトバンクはクールビズの期間中スニーカーの着用を認めていて、携帯各社は快適な職場作りに力を入れ始めています。